今日は終戦の日だね。ここの家のおじいちゃんって戦争に行ったんですか？ああ、行ったよ。二十歳過ぎの働き盛りだったからね。乗ってた軍艦のボイラーがちょいと調子が悪かったもんだから、じいちゃん造船職工の血が騒いで専門外なのに修理しようとしたんだ。で、足を踏み外して大怪我の巻。病院送りにならずにそのままその船に乗ってたらフィリピン沖で撃沈されてたんだよ。何が幸いするかわかんないよね、人生は。じゃあおじいちゃんが船を作る仕事じゃなかったら戦争で死んじゃってて、その後おじちゃんたちも生まれてこなかったってこと？そうだよ。太陽もキビコちゃんもボクくんも生まれてないんだよ。うんうん。あれ？僕たちまで？なんで？おい、誰か説明してやってくれよ。じゃあ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日も朝から太鼓見てあげられるぜ。いいか、今晩が太鼓の決戦だからな、逃げるんじゃねえぞ。勝てる気がせんけどな。勝てる。おお、びっくりした。おー、だから、タイ締めを作るときは、少し焼き焦がしたくらいの方がいいのよ。なるほどね。なんとなくコツがわかりました。今日は忘れずに、先に歯磨き。よし。ああ、昨日だけ二つなのすごくショック。よし。おじいちゃんの話を聞いたよ。おじいちゃんの話を聞いたよ。戦争に行ったんだって。さてさて、太鼓をしに行こう。どんどこどん、どん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 どこどん。どんどこどこどこ、どんどん、どんどこどこどこ、どんどん。簡単になりませんかね、太鼓。へへへ、今日がついに本番だぜ。ビビって逃げ出すかと思ったら、一応練習しに来たか。というわけで、まずは俺のテクニックを見て勉強するんだな。いいです。やだいです。なんだ、用もねえのに声かけんなよ。声かけてないです。あと太鼓は叩く時の気持ちも大切だ。長まってるよ。心がまっすぐじゃねえとまっすぐな音が出ねえ。知らんや。姿勢を良くして両手でしっかりリズムを取るんだ。知った口聞くな。難しいね。いいかい、太鼓はね、愛が大切なんだ。愛だの、愛だの、愛だの、姿勢だの、国やろ。
よし、来た。ぎゅっ、お前うめえじゃん。よし、まあ、俺の敵じゃないけどな。よし、本番これで大丈夫や、多分一回でこれでいけたん、すごい。よーし。よーし。最初のグズグズから考えたらめちゃめちゃうまくなったんではなかろうか。お盆だ、お盆だ。盆祭りだ、盆祭り。お盆祭りは良い祭り。大きな棚に、古いボロ布や白藍大地が書いてある。ほんとなんもないのかな。こっちとか。ドライバー。なんもないっぽいっぽいな。うわ、やばい。時間無駄に過ごす。あれはどうやって開けるんやろうな。寝てんじゃん。なんだかちょっぴりまつげが長い。しかも、それがドキドキもぞもぞとゆっくり静かに動いている。試しに引っ張っちゃえ。と思ったけど仕返しが怖いのでやめた。寝てんな。お、あのとこにいるじゃん。何してんの？君たち、そんなに仲良しになって、何をお話ししてるの？僕くんが今までに妹さんにした、いろんな悪いことを教えてもらってたの。え？それって全部嘘に決まってるじゃん。うわぁ、お兄ちゃんがひどいこと言った。こんなに可愛い妹さんなのに、なんでそんなこと言うの？あっちに帰ったら、お尻ペーペーの剣にしてあげるから。なんやろ、敵が増えた。どういうこっちゃ。おばあちゃん、あっちゃん。子供たちはお盆に親戚が集まるって言い方をすると、おばあちゃんから見ると親戚じゃなくて家族なんだ。ああ、楽しいね。確かにね。今夜の盆祭り楽しみだね。私は毎年太陽くんが叩く太鼓も楽しみなんだけどね。太陽くん好きなのか。こんにちは。いらっしゃい。こんにちは。
今日はコロッケ、今日のコロッケはお姉さんがあげたんだよ。おかげで随分たくさん失敗作を食べる羽目になったけどな。はい、毎度あり。さてと、この辺やったら何が釣れるかな。染めでいくか。よいしょ。そう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 そい。やったぜ。お、サカゴ。場所を変えよう。釣れた。マコガレー。ダメやん。全然ダメじゃん。なんかしてる。何してんの？ねえ、漫画姉ちゃんって怪獣をやってるの？はあ？誰から聞いたのそんな話。太陽からだよ。あいつ、なんで知ってるんだ？みんな言ってたよ。あ、絵日記入らないのか。どうせ、後で、魚と持ってくるから、歯磨きはその時でいっか。遠回りしちゃった。さ、虫取りたいか、やりに行こう。たまにはね。うん、おまんら、いまいちだぜ、許さんぜよ。ケロよんだよ。許さんぜよ。おまんら、許さんぜよ。なんのやつや。よし、中に入れ。相変わらず、あの、ネタがわからん。当たるときあるのかな、あれ。ヒラタンはね、最強のヒラタクワガタなんだ。返し技をいっぱい身につけさせたんだけど、飼い主の僕でさえあまりの強さに時々怖くなるんだもん。あ、そういうことか。だからって3日続けてね、しょんべんするなよな。というわけで、各自持ち場につけ。そういうことね。マメちゃん飼って、で、ジュニア飼って、ペッタン飼って、太陽に飼ってってことか。そういうことか。僕くんが住んでるところって大きな公園なんかもあるの？あるよ。野球をやる人とサッカーをやる人がいるんだ。文消しって消しゴムにしては変だよな。字を消そうとしたら汚くなっちまうし。金消しかな。お兄ちゃんは文消しで字が消せないって言うけど、僕が文消しで字を消そうとすると紙が破けちゃうんだ。なんでだろう。
力が強いのかな。夏休みを中盤になると虫たちもかなり疲れてるから注意が必要だぜ。OK。特定の虫に勝てなかったら、返し技を持ってる虫をぶつけるといいぜ。なるほどね。返し技な。半妙とかそうだよね。使ってんね。今日2箇所使ってる？2箇所使われてるわ。とりあえず平田さんでフルボッコにはしに行きたいところではあるかな。平田さん。あれ？いや、じゃあ平田さんじゃなかった。三山さんだった。番長行ってください。
全員整列。よし、解散。解散。裏山の方行くか。するか。やったぜ。やったぜ。よし。釣り。大きいの釣れた。なんだ。すごいじゃない。おー、な、手長だこ。すごい、ぐるぐる長い手があるよ。絡まったら大変。よし、こういうとことか。見晴らしのいい端っこ。ないなぁ。あ、ないよなぁ。まあ、とりあえず一旦家帰って歯磨きと、なんかいるかな。歯磨きと、お、ゲンゴロウ。やっとゲンゴロウゲット。水の生き物、あと何いるんだろうな。おばちゃん。あ、ぼくくん、お魚釣ってきた？釣ってきた。じゃあ、今日の晩ご飯に出してあげるからね。はーい。手長だこ。よし、歯磨き。オッケー。誰もいないじゃん。ほんと誰もいないじゃん。あ、そういえば郵便屋さん行ってないな。郵便屋さん行くか。間に合うでしょ。みんな道中で占いも聞いて、トモコ姫が豆に変なことを聞くんだ。なんでお盆をお盆って言うのか。そんなこと豆にわかるわけないじゃない。明日どこへ行けば面白いか予言を聞きたい？はーい。じゃあ
今日は読んで。1、2、3、4。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。めっちゃ丸いっぱいあるな。こっち、こっちの海水浴場昼間。どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。潮町桟橋。ほう。潮町桟橋は船長さんのところかな？試しに行ってみたら？どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。あっちの森、向こうにある神社。ああ、神社。あっちの島の森の向こう側には大きな神社があるんだよ。あそこがおすすめなんだ。当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？あ、間違えた。島並家、土間？夜になると土間に誰かがいるみたいだよ。何をしているんだろう。当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？じゃ、予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。豆は本当に何でも知ってるんだ。こんなところに落ちてるぞ。ちゃっかりしてる。やばい。やらかした。危ない危ない。あれ？こっちか。ここだ。こう行って。ギリギリかな。おっちゃんとか喋ってる。お前、太陽君やキミコちゃんと仲良くやってるみたいじゃないか。まあね、このままだとこのうちの子になっても大丈夫かもしれないね。え？うんうん、早めにどうするか決めないとな。どういうこと？あ、今日お休み？お休みか。今日日曜日か。よいしょ。父母が怪しい相談。僕がこの家の子に。見つけた。残念。見つかった。キリキリキリできるかと思ったけど。やっと、唐揚げだ。うまそう。じゃあ、いただきまーす。いただきまーす。さてと。今日はこの後、盆踊りの決戦だ。遅い時間になると、浜の方で精霊流しも見られるよ。へえ。綺麗だよ。精霊流しは川でやってるんだけど、この辺は海にも流れてきちゃうのよね。戦後は毎年、どの家でもやるようになったからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。というわけで、またまた皆さん、学校のグラウンドへ移動をお願いします。太鼓負けねえからな。その太鼓の決戦、私はできる気がせんけどな。
まあ、お風呂とか先にやっちゃうか。うん、オッケー。まあ、お風呂は誰もいないからいっか。お風呂でのね、みんなとの会話って結構楽しいんだけど。誰もいないしね。さてさて。一回こっきりなんかな。戻ってきたらうまいかどうか私が見てあげるから。対抗競争には出るの？随分と高いところだけど頑張ってね。今夜もぐるぐる回、今夜もぐるぐる回って踊ってたらやっぱり目が回っちゃったのだ。だから今夜は予言をお休みに。ごめんね。いいよ。太鼓勝負に出るの？頑張ってね。一本勝負なんかな。いいかい？この踊りはね、ちゃちゃんがちゃんと 3回手拍子をするところがあるから、その3回目の手拍子から始めるとうまく踊れるんだよ。ばあちゃんの後ろに寂しいから踊ってくれるかい？こうだ、できたー。でたでた月がよいよいと。今夜は恥ずかしがらずに僕も踊るんだよ。踊ったよ。父ちゃんたちやっぱり仲がいいな。大丈夫かな。あれ、俺はなんでこんな、ん？こんなことを心配してるんだろう。さあ、父ちゃんたちと僕仲がいいな。なんだか嬉しいな。でも僕なんでこんなとここんなに嬉しいんだろう。あ、今日もちょうど後ろが空いてますよ。一緒に踊りませんか？そうですか、それは残念ですね。今日もキミコちゃんの後ろバッチリ空いてるよ。えへへへ、何なんだよその笑い方は。そこ空いていた。今夜はこの後、島へ灯籠を流しちゃったっけ？もう見に行くんだよ。灯籠流しは君のおじさんの家の前の波が一番綺麗なんだ。へぇ。おじさんたちってこんなに仲が良かったんだ。いつから？はっはっは、気のせいだってば。俺の後ろに入るか？たまに親子で踊ってもいいだろう。いいです。なんだ、せっかく誘ってやったのに残念だな。すいませんな。先踊ってきたよ、ばあちゃんと。あ、見晴らしのいいってグラウンドありえる。グラウンド探してないぞ、私。そうか。明日余裕あるときにグラウンド探してみるか。グラウンドって見晴らしのいい場所だよね。盲点だったけど。おじさんたちも小学生の時勝負したな。ボクちゃん、緊張してる？リラックスリラックス。はい。
変わってよ。よし、ついに来たか。じゃあ次が決戦だ。本日総合司会担当のノアです。赤コーナー366パウンド6分の1ちょっとブラザー太陽。青コーナー23パウンド3分の7ちょっと親戚のボクくん。ではまず太陽から演奏をスタート。いくぜ。むずいな、やっぱりこれな。さあ本番行こう。Bye.
2回目が始まってんの。それがあの夏の日の夜の出来事だった。じゃああとは浜に行って精霊流しを見てきな。すっげー綺麗だから。キミコのママがもう行ってるみたいだよ。はあ、でも満点取れた。満点取れたよ。最後の奥だったけど。よし、勝負が始まるぞ。盆踊り太鼓勝負が始まる。僕の勝ち。盆踊りの太鼓勝負は僕の勝ち。太鼓勝負で僕の勝ち。僕の家来に決定だ。家来はならんけど。あんだけできんかったけど、勝負分かった。勝負に勝てればどうということはないのだよ。奥まで行く時間はないか。いっか。夜とかだったらいるのかな。ほい、なんかいるかな。カブトムシ。ちぇ、なんにもいないや。なんかいるか。へい、なんかいる。へい、なんも言えな。なんかいるか。へい、もう一回。なんかいるか。なんかいた。やったぜ。なに君。なんかいるか。
お、抜け殻じゃないこれ。2だ、しかも。持ってんじゃん。いっか。あれ？やったぜ！いたいた。あ、本当だ。こんばんは。こんばんは。綺麗ね、ここの精霊流しも。もともとこれはね、去年誰か亡くなった人がいる家で流すものだったの。うんうん。でも清掃が終わった頃から地方によっては毎年どの家でもやるようになったんだって。そうなんだ。あれは命なんだよ。光がってこと？うん、いろんなものに命があるの。光を見てるとなんだかそんなことを考えちゃうよね。不思議だね。僕、エビをたくさん食べたんだ。すっごいたくさんおかずに出たんだ。美味しかった？うん。でもかわいそうなんだ。もうたくさん食べたからいいよ。そうなんだ。すると、かよおばちゃんが言ってくれたのか、翌日からあのエビが大量に出ることはなくなった。桟橋のあたりで汽笛が鳴ってるね。うんうん。誰がやってるんだろう。悲しい音だね。うん。お、重たい。おー、石ガレイ。石ガレイか。あれはマコガレイだっけ？間違えた。浜で精霊流しを見たよ。綺麗だった。精霊流しは悲しいな。なんだかいろんなことを思い出しちゃった。煮つけ。カレーは煮つけなのかな。石ガレー釣ってそうだな。見に行けるのかな。あ、上がってるんだ。行けないようになってるんだね。そっか。じゃあ、お家に帰るとしますか。
違う。ほほほ。なんかめっちゃできた。え、なにこれ。え、なんだこれ。あー、魚釣り上げた18匹。合言葉12個。覚えた？覚えた？絵日記95、門消し18種類集めた。空き瓶。595。